です。今日はですね、ちょっとね、また近鉄の駅に来たんですけど、今日車で来たんでね、あれなんですけど、今日の駅は素晴らしいところです。はい、三重県の中でもね、一文字の駅、一字、漢字一文字、漢字一字の駅です。はい、単線ですよ。じゃんということでね、はい、この駅です。もうダイレクトにね、車で来ちゃったんで、ちょっとね紹介しようと思うんですけど、これですね、近鉄鈴鹿線ですね、柳駅になります。はい、素晴らしい場所でしょう。すごいローカルな場所なんですけどね、もう本当ね、スロープとかになってね、いいんですけど、ちょっとこの駅を見てみたいと思います。ということでね、紹介できるかな。はい、それではよろしくお願いします。ちょっと紹介いろいろとしてみたいと思うんですけど、さあ、近鉄鈴鹿線ですね。鈴鹿線は平田町駅はね、一度ね紹介したことあるんですけど、まあ乗ったこともあるんですけど、この途中の駅を紹介したことはないのかなと思います。ということでね、柳、漢字一字の一文字の駅、柳駅、隣がね伊勢若松です。そして、鈴鹿市です。なんといってもね、このね鈴鹿線ね、結構なドル箱路線でして、はい、ガンガンね稼げてると、まあちょっと短い路線なんですけどね、はい、素晴らしい路線になっております。ということで、柳の駅、味気のある駅なんですけどね、一面一線の駅になっております。こんな感じですね。はい、以上です。以上ですね。はい、まあね、こっちが伊勢若松方面なんですけどね、周り見てください。田んぼで、まあ住宅街もあるんですけどね、はい、住宅街もちょろちょろっとあるんですけど、なかなかやっぱりね、利用される方は少ないのかなっていう感じがします。はい、ということで、ちょっと一本ね、多分伊勢若松の方から電車来ると思うんで、それ待ちましょう。まあでも目の前の道路、あれ国道23号線走ってるんでね、結構ね立地的にはね、いい駅だと思うんですけどね。なんでね、この辺に山田電機とかもねきっちりあるわけでして、非常に駐輪場もね、いい駐輪場ありますよ。ちょっと今ね、お客さんが一人待ってるので、まあでも入り口スロープっていうのは非常にありがたい感じになっておりますね。さあ、鈴鹿市方面、そして柳の駅、伊勢若松方面ですね。いいカーブはしてるんですけどね、いいっすね。
して一人柳ギャルが降りていきました。柳ギャルですね。さあ駅に戻ってみましょう。人がいなくなったんでちょっと説明しやすくなったと思うんですけど、まあ完全なるこれ改札もない無人駅です。そしてですね、まあタッチ式があって、で乗車票もあって切符入れもあってと、運賃表とかもねこういう風に簡易的に書かれてますね。さあ伊勢若松まで160円、鈴鹿までね行こうと思ったら160円で、平田町やっぱりね栄えてるところなんで平田町まで210円とね、こうありがたいお値段になっております。で待合室は、まあ、屋外になるんですけどこんな感じ、椅子が 3つね、で、あかんで痴漢110番ということでね、こういうことしたらダメですよっていう感じなんですよね。ここの駅で痴漢する人いないだろうと。人がね、やっぱりね、これ朝どうなのかな、もしかしたらね、学生さん多々いるのかななんて思うんですけど、そういう感じになっております。で、駅のホームがね、結構広いですね。人がいっぱい並べるようになっております。こんな感じです。で目の前にはねちゃんと看板もね、島村整形外科さんね、柳駅より徒歩3分ってことはこの辺だな、この辺にあるんですね。あ、なるほど。あれ怖えな、これなんだ、これめっちゃ怖えんやけど。なるほどね、これが柳駅です。なんかフクロウとかもいて結構ねおしゃれ、なんかいい感じになってますよね。これ鳥とかカエル、招き猫とかねいますかね。ただやっぱり周りはちょっと寂しく田んぼが多いのかなという感じです。はい、ということで今日は、近鉄鈴鹿線ですね、鈴鹿線柳駅紹介しました。ということでね、ちょっとやっぱりね周り何もないんですけど、この伊勢若松方面非常に鳥映えがいいんですよ。まあ本当ね、鳥鉄さんね、来られる場合はそういうところを撮っていただけたらいいかななんて思います。まあでもねちょっとね一面一線の駅ちょっと寂しい感じがしますけど、もし興味ある方いれば来てください。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。柳駅からでした。どん柳